今回は勝海舟の子孫を紹介します。勝海舟は幕末から明治時代に活躍し、坂本龍馬の師匠でもあります。二人の関係はその後の日本に大きな影響をもたらしました。そんな勝海舟の子孫が高山美佐子さんです。勝海舟の美佐子でフリーランスライター、ガラス工芸家、どことなく顔立ちに面影がありますね。動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。